はい、整体師の石島です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日はちょっと歩きながらなんですけども動画を撮っていきたいと思います。で、今日のお話はですね、前回褐色細胞、褐色脂肪細胞っていうですねお話をさせてもらいました。まあこれは何かって言ったらですね、そのダイエットであったりとか冷え性を改善するためにですね、そいつが褐色脂肪細胞が、体の熱を産生してくれる、作り出してくれるっていう風な脂肪細胞になっています。なので脂肪っていうとですね、ちょっと皆さん悪いイメージがあるかなと思うんですが、非常にですねいい働きをしてくれる褐色脂肪細胞です。はい。で、前回のですね動画をご覧いただいた方は、それがですねどこにあるのかって言ったらですね、この肩甲骨周りに、褐色脂肪細胞があると言われています。で、あとはこの脇ですね、脇、自分の脇の周りにあると言われています。なのでそこをですねしっかりと動かしていけると体がポカポカと暖かくねなっていきますよというお話をしていきました。ぜひ興味がある方はですね、その前の動画をですねぜひ見てみてください。非常に簡単にできる運動になっていますので、レッグウォーマーとかね、マフラーとか靴下二重脇とかいろいろね寒くなってくるとやると思うんですけども、いや根本的に自分の体の代謝を上げたいって思うんであれば、そういうね対処ではなくて自分の運動をですねやって体を変えていった方が絶対ですね痩せる体にもなるし、体温があったかくなっていきますから、ぜひおすすめです。もうちょっとねだらけた時にやっていくっていうところで、お風呂に入りながらとかですねやっていただきたいんですけども、自分のその肩甲骨の、後ろのところですね、肩甲骨の後ろのところをしっかりと温めるっていうことですね。まず温める。でその後にやってほしいことが、冷たい20度ぐらいのですね20度ぐらいのお水を背中のこの肩甲骨ですね、肩甲骨のところにかけてあげる。そしてあったかいと冷たいを繰り返して行ってください。あったかいと冷たい、だいたい冷たいシャワーをですね、20度ぐらいのシャワーをだいたい30秒ぐらいかけるといい風にいいよっていう風に言われているので、温まった体で冷たいシャワーを30秒ガーってかけて、でもう一回温まって、でそれから冷たいシャワーガーってかけて、それを3回繰り返してやってあげて、交代浴っていうんですけどね、あったかいと冷たいを繰り返してあげる。でやるとですね、そのヒートショックプロテインって言ってですね、温まって褐色脂肪細胞が活性化されますんで、もっともっと燃えやすくなっていきますから、ぜひね運動するのもいいけども、そっちも合わせてやってあげるとさらに効果的ですね。ぜひ、参考に皆さんやってみてください。はい、そしたらですね本日の動画はこれで終わりにしたいと思います。いいなと思ったらいいねボタンお願いします。あとはいろいろね動画の方情報配信してますので、ぜひお見逃しなくお願いいたします。そしたらまた次回会いましょう。バイバイ。